中に入れた。パンチングで対応。クロス。モドリッチ。テオ・エルナンデス。さあ丁寧に折り返せるか。中の選手にクロス。ナイスシュート。見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。別の角度からご覧ください。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。ジダン監督の表情も少し緩んだ気がします。